バリユナイテッドフットボールクラブは、インドネシアバリ島のギャニャールに本拠を置く、プロサッカークラブ。リーガーインドネシアの最上位カテゴリーであるリーガ1に、所属している。ボルネオ島、サマリンダに、本拠地を置いていたプトラサマリンダ FC が2015年に、本拠地を移転の上、名称変更したクラブである。本拠地は、ギャニャール県ブラバートにあるカプテンイワヤンディプタスタジアム。 2015年からリーガ1に所属し、2017年にリーグ2位、2019年シーズンに初めてリーガ1を制し、2008年に前身のインドネシアスーパーリーグが創設されて、以来7クラブ目となるリーグチャンピオンとなった。バリーユナイテッドはインドネシア並びに東南アジアで最初のプロサッカークラブであり、公衆久し第に次いでアジアで2番目となる。 株式上場を果たしたサッカークラブである。クラブの運営会社である PT バリビンタンセジャーテラ TBK の株式は新規株式公開時に20億株が市場に流通されることになっており、その販売価格は120ルピアから180ルピアの間が予定されていたが、6月10日の IPO により実際には175ルピアの値がついた。クラブは プトラサマリンダ FC の代表であったハーィーンスやホナフィアがクラブの移転を決定した2014年シーズン終了後に設立された。新たな本拠地にギャニャールが選ばれたのは当時インドネシアのトップカテゴリーとして両立状態にあったインドネシアスーパーリーグとインドネシアプレミアリーグのいずれにもバリ州を本拠地とするチームがいなかったためである。 インドネシアのタイヤメーカーであるムルティストラーダーラ・サラナのブランドコルサと共同でエンブレムとチームカラーを変更の上、チーム名をバリューナイテッドに改名することを発表した。監督としてインドネシア U-19 代表のヘッドコーチだったインドラ・シャフリを招聘し、若手中心のチーム作りを行う。シャフリは自らが育てた U-19 代表チームの選手を引き入れ、トップカテゴリーである ISL でプレーする機会を与えた。バリユナイテッドとしての最初の試合は2015年4月4日の ISL 公式戦で、ペルセルセルイン1対2で敗戦、デルビーエリアンドリーがチーム初ゴールを挙げた。しかし、インドネシア青年スポーツ大臣の今村フラウィが、インドネシアサッカー協会に対して活動を凍結する。 大人令を発し、プシーがリーグを中止したため、デビューシーズンを終えることができなかった。翌年は、非公式リーグである、インドネシアサッカーチャンピオンシップに参戦、12位となった。国際サッカー連盟によるプシーの資格停止処分が、解け、リーガ1として、再スタートした2016年シーズンは、リーグ序盤で苦戦を強いられ、魔の出場停止後の最初のリーガ1シーズン。 バリーユナイテッドは最初の2試合で苦戦し、ハンズ・ペーター・シャーラー監督の解任につながった。公認監督に指名されたウィドド・カヒオノプトロはチームを優勝争いに導いたものの、最多勝ち点68で並んだバヤンガラ FC とは直接対戦の結果で後陣を敗することになり、惜しくも優勝を逃してしまう。しかし、 バヤンガラ FC が AFC ライセンスを取得できなかったため、繰り上げで AFC チャンピオンズリーグ2018の予選出場権を獲得した。2018年1月16日に ACL 予選1回戦でタンピネスローバースに3から1で勝利したが、2回戦でチェンライユナイテッドに延長の末位1から2で敗れ、グループステージに進出することはできなかった。 ACL 予選敗退に伴い、AFC カップ2018グループステージの出場権を獲得したが、グループ G の再開に終わり敗退した。このパフォーマンスの悪さはアリーグでも続き、リーグ戦のプルシジャジャカルタ戦の前日に、ウィドド監督が突如解任され、サポーターが経営陣に抗議する事態となった。最終的にリーグ11位でシーズンを終えた。2019年シーズン。 ウィドドの後任には、プルシジャジャカルタを率いていた、テコことステファノクグラを招聘。テコは就任最初のシーズンで、クラブを初のリーガ1タイトルに導いた。カプテン・イワヤン・ディプタ・スタジアム・クラブが、元組織になって以降、ギャニャールのカプテン・イワヤン・ディプタ・スタジアムを本拠地として使用し、ギャニャール県政府との間で20年間の賃借契約を結んでいる。 クラブはギャニャールへの移転前に ISL の基準を満たすために50億ルピア以上の拒否を投じてスタジアムを改修した。具体的には照明設備の追加、更衣室のアップグレード、スタジアムの一部の再塗装、トイレの修理、その他の施設をアップグレードした。バリーユナイテッドはスタジアム周辺に店舗、カフェ、遊び場を追加するなど施設のアップグレードを続けている。 また、AFC の基準を満たすために2018年にいくつかの回収を追加実施している。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。リーグ、ありがとうございます。